お元気ですか、ボクシウミです。今回は BBM 福岡ソフトバンクホークスベースボールカード2023開封動画、今度はね後編の9パックやっていきたいと思います。じゃあ後編のね1パックやっていきたいと思います。それではいきたいと思います。まずはですね、高橋純平選手でございます。続きまして中村明選手でございます。で続きまして石川修太選手のカードでございます。でロベルト・オツナ選手でございますのキラでございます。でニューカマーですね、ロベルト・オスナ選手でございます。泉圭介選手でございます。カーター・スチュワート・ジュニア選手でございます。2袋目でございます。増田修選手でございます。で有原康平投手のカードでございます。元ね、去年までね、海外に行ってまして、元日本ハムの選手でございました。2番、モイネの選手のほらキラでございます。和田剛選手の、ね、カードでございます。で上林誠二選手でございます。東浜直選手でございます。で森唯斗選手でございます。3袋目でございます。これ木村大成選手でございます。で、大野和夫選手ですね、ルーキーですね。こちらがちょっとねいつもと違う感じでございまして、こちらがね100分の3でございます。限定カードでございます。で松本裕樹選手でのキラでございます。松本春選手でございます。で井上智也選手でございます。で近藤健介選手でございます。で佐藤直樹選手でございます。で4袋目でございます。で砂川リチャード選手でございます。でこちらですね、ちょっと変わったカードです。これエスパイアですかね。こちら田上壮太選手のね、こちらちょっとね珍しいカードが出ますね。こちらね、こちらが出て50分の3でございまして、もうちょっとね、白サインはちょっと期待薄い可能性が出てきました。中村明選手のね、キラでございます。で、石川修太選手でございます。で、和田剛選手でございます。ウィリアン・アスディオ選手でございます。ちょっとね、舌が噛んでしまう名前なんでね、失礼いたしました。田上壮太選手でございます。5袋目でございます。
これは峰井宏樹選手でございます。横浜からね、FA でね、やってきました。有原康平選手でございます。で、野村勇選手のカードでございます。で、ちょっと一つ言い忘れましたね。こちらね、限定カードで50分の3でございます。有原康平選手のキラでございます。ちょっと整理したいと思います。はい。で、チェックリストでございます。で、高橋で選手でございます。で、石川修太選手でございます。カードでございます。で、6袋目でございます。三森雅樹選手でございます。ウィリアンス・アツツジジオ選手でございます。で、フレディ・ガルビス選手でございます。泉圭介選手でございます。で、近藤健介選手でございます。ニューカマーのカードでございます。で、久喜雄平選手でございます。で、周東右京選手のね、カードでございます。7袋目でございます。2番モイネロ選手でございます。牧原大成選手でございます。で、カードでございます。イニエ・イツヤ選手のキラでございます。で、河原田純平選手でございます。風間球太選手でございます。で、東浜尚選手でございます。で、大関智下選手でございます。8袋目でございます。で、牧原大成選手でございます。周東右京選手でございます。で、松本春選手でございます。正木智也選手でございます。大関智久選手でございます。牧原康太選手でございます。藤井康也選手でございます。で、ラストのね、後編の9パック目開けたいと思います。で、イクミ選手でございます。ルーキーですね、これね。海野ひろし投手でございます。峰井ひろき選手の、これ、キラでございます。井上智也選手でございます。森唯人選手でございます。C の新田選手でございます。で、最後にはここで最後は大野和夫選手でございます。以上で、BBN 福岡ソフトバンクホークスベースボールカード2023の開封動画終わりたいと思います。ごめんなさいね、またね、直筆サインカードが出ません。第2弾のね、ヤクルト以来ですね、ヤクルト編以来ですね、直筆サインカードが出ません。2023年ぐらいからちょっとね、直筆サインカード出る確率がね、低いのかな、とか、私の運がないかのどっちかでございますけどね。またね、お金がありましたら、こういった開封動画やっていきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。